ちは。こんにちは。はい。豊さん。はい。まだやれる。まあね。でもさ、トライアウトとか見てても、まだやれる、まだやれる。トライアウト受けて拾われた選手もたくさんいるけども、まああんまり出てきてないよね。まあ確かに一軍でまた花を咲かせたっていうのは難しい。難しいよね。だから相当な覚悟がいると思うんだよね。はい。ただまだやれる。ただまだやれる。そう思うけどね。はい。というわけで、各チームのまあ第一次戦力外通告を受けた選手が発表されました。で、DNA は今の時点ではちょっとなしとまだということになっているんですが、クライマックスあったからね。そうですね。発表しづらかったのかもわからないですね。はい。ただやっぱり各チーム結構多い。いやそれはもうドラフトで入ってくるしさ。はい。で現役ドラフトも控えているので、はい。人数の枠をというところもあるんでしょうが、豊さんどうですか、こう見てまだやれる選手っていうのはいますか？まあそれはいるよね。ヤクルトの寺島。はい。ドラフト1位、まあ一時期ちょっと投げたことあるけど長継ぎかなんかでね、もうダメなのかなとか思っちゃうよね。素材的にはすごいいいもの持ってたけども、どうなのかなっていうね。今シーズンどうだったのかっていうのもありますけども、まだやれる、やってほしいというか、やれるんじゃないか。ね、キャンプで行った時、寺島が入った時行ったんだよね、ヤクルトのキャンプ、コロナじゃなかったし、そしたらブルペンがちょっと空いたんだって。ね、誰が投げれるやつがいるかって言ったら、ルーキーの時に「あ、僕行きます」って、あ、率先して、うん、先輩がまだ待ってるんだよ。率先とかそういう問題じゃないんですね。いやだからもうそこら辺のちょっと勘違いもあったのかなというね、ボタンの掛け違いというか、でもそれはもう空いてるんだからやっぱいいじゃんと思うんだけど、やっぱ大先輩が待ってたからさ、そこはっていうと状況を見て、先輩空いたそうですよとか言うんだったらいいけど、あ、僕行きますみたいな、出ていっちゃった。なるほど。まあ面白い選手多いよね。はい。あとはゆとさん。阪神。阪神来ますか。牧文一郎。はい。牧文一郎選手。はい。牧文四郎っていうのがいたんで。はい。あ、何か。セミシグレの主人公。はい。知らない。藤沢周平の。はい。まあ映画にもなった。はい。牧文一郎。かっこいい名前ですね。そうそうそう。まああんま関係ないけど、ただお父さんは多分藤沢周平とか多分セミシグレを見てるんだろうなっていう、育成の選手です。お、伊野、あそこ、そうで、まあここは触れずにはいられないですね。高さん誰って宇宙人、もうね、1年目だよ。とにかくジャンプしなくていいとかジャンプしやがって、そうですね、頭8針縫ったっていう、そこが始まりでしたね。今ではもうスポンジが張ってるらしいよ、そこには。伊野選手のことがあっただけに。そうそう。まあただね、伊野のボール自体は多分使えると思うんだよ。はい。だけど意識を少し変えないとね。野球に対してだったりとかですかね。ちょっと変わってるからな、やっぱりな。それは DNA 時代からやっぱり。そりゃそうだよ。そうですね。ただ一軍で貴重な一勝を挙げてヒーローインタビューを受けてたんですよね。まあかもわからないけど、やっぱりこうプロとしての自覚というかさ、まあそういうのがまあもうこの年だからな。だけどまだ多分できると思う。あ、じゃあどこかからオファーというか、来季どこかでやってそうですか。ボール自体はまだいいものはあるけどね。ただやっぱこう意識がないとさ、野球に意識がないとどんなにいいボールを投げてても通用しないっていうね。そこはっていうことですね。だからまあそこら辺はしっかりやってほしいなと思うけどね。はい。で同じく巨人から櫻井投手が戦力外。まあ巨人じゃなかったらいいかもな。違うチームだったら怖い顔してんだよ、投げるときは厳しい鬼の形相ですよ。鬼の形相でも投げてるボールは甘いボールを投げてるというさ、ギャップがありすぎるんだよね。でもそれは巨人のプレッシャーがあったからそうなってるのか、だけどまだ土方とか多分大丈夫だと思うしさ。いや、そんな気します。まあどっかでチャンスがあればまた見てみたいなっていうピッチャーの人だよね。そうですよね。投手をね欲しいとしてるチームがあれば。はい。さあ、あとはどうでしょうか。楽天、福井投手、サンバガラスでしたよね。どうなんだろうな。今どういう状態。いやだからまあその俺ももちろん引退するときに他の球団から誘いはあったけど、やっぱモチベーションを持ってるかどうかだよね。まだやりたいという。だから福井なんかこうあっさりしてそうな感じがするんだよね。いやもうここまで来たらいいかみたいな。だから。気持ちが残ってたらまだまだ多分使えると思うけどね。他球団と交渉だったりトライアウトだったり、そうだね。あと同じく楽天から川島慶三選手、まあ年齢的なことがあるからな、左キラーということで、今年あんまりチャンスもらえなかったんだよね。だからチャンスがあればなんとかこう働けそうなんだけども、だから年齢的にもう取るところはないかなっていうような感じがするよね。ちょっと厳しいのかな。まあただ盛り上げたりだとか、ムードメーカーだし、まあコーチとかね、そういうのはいいかもわかんないね。その例えば代打だったりとか、それも厳しいよね。あとオリックス、澤田。はい、投手。これ力あるんだよね、ボールに。だからオリックスは豊富だから、中継ぎ陣が。だからその煽りを受けた感じはするけども、澤田なんか日本ハムに行ったら使えるんじゃないかなと思う。あ、日本ハムがそしたら調査で。いや、日本ハムはやっぱ中継ぎ欲しいと思うよ。先発はある程度ね、目処は立つんだよ。ただやっぱり中継ぎから抑え、だから伊藤大海を抑えにしようかっていう構想があるぐらいだから。ちょっと投げれるやつがいたら抑えとか取れそうな感じがするけどね。そうですね。でまあ経験もあるしさ、澤田なんか、いいかなっていうふうには思うし、榊原、はい、榊原投手をもう根性投げ、はい、育成、これ育成に落ちてるっていうのはなんかどっか痛めたのかな。何か故障したり喧嘩があったんですか。でもやっぱあのハートっていうのはさ、なんか使えそうな感じはするけどね。俺はね。だから日本ハムとか、あ、やっぱりその中継ぎとか急募してるとこですよね。そう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 。あと海田投手、オリックス。海田な、はい、もう首なんだ。そうなんです、首なんですよね。いやだから海田なんか左だろ。はい。日本ハム？いやでも投手欲しいとかですよ。いや日本ハムは本当にね、取ってダメだったら申し訳ないって言えばいいわけだから。はい。いやだけどまあ今の状態がわからないから何とも言えないけども。まあ経験のある選手たちをこうね、首切ってるよね。そうですね。オリックスやっぱ投手が多いですね、戦力外。まあそうだな。やっぱいいもんな、あそこの中継ぎも。吉切だけレベルが高い。はい、高いだけにってあるんでしょうね。あとどうしても人数を空けなきゃいけないっていう。まあそうだな。はい。あとソフトバンクの松田選手、退団なのでまだもちろん引退はしてないので。だから何？どこか。ああ、どこか。でもこれは前の動画でも言ったけど、広島がピンとくる。赤のね。赤の。それか楽天。赤ですね、どっちも。うん。まあ松田のタイプどうなのかな。ソフトバンクを敵にしたいのか、一旦ソフトバンクから離れて近いところに移動したいのかっていうようなところだと思うけどね。そうですよね。もう交渉とかなんか接触してもいい時期なんですか？まあいいと思うよ。まあ電話ぐらいはどっかから来てると思う。ああ、そっか。あ、今情報がちょっとスタッフから来たの。巨人が調査をしていると。まあ代打だろうね。代打ね。うん。まあ中地とか、まあいるけども、まあ右の代打というか、まあそういう経験値の高い代打が欲しいんじゃないの。で、町はサードなので、例えば岡本選手が下がってのってことになる。いやいや。それはね、守備型の岡本の方がうまいよ。もうね、マッチが若い時だったらそれはマッチの守備とか、そういうのは使えるけど、もう年齢的にね、やっぱこう一振りなのか、いやまあレギュラーでは使えないよね、なかなか。岡本がいてマッチ使うなんて言ったらもう暴動が起きそう。ファンからです。いやいや本当に本当に。だからなんていうのかな、やっぱ一振りにかけられるかどうか。松田がいやチャンスがあるんだったら試合にもね、1試合でも全部出たいとか、そういう希望があるんだったらジャイアンツには合わないよね。そうですね。あとどうですか。松永投手、ロッテの引退。引退なんだね。まあなあ、どっか故障が出たりとかすると、その故障前と同じように投げれなくなったとしたら、まあストレスにもなるし、辛いな、こういう話をね。と。そうですよね。あとはまあ中日も多いですね。中日な。はい。大峰雄太投手、育成で中日にいたんですけれども、これは戦力外ということで、あとは先日会見もした平田選手ももちろんいますし、柿野も結構使われてたけど、首なんだね。そうですね。動画になるこれ。期待はなりますね。そうそう言ってるだけ。なんかでも思い出を語りながら。まあまあまあ確かにね。まあただやれる人間ってたくさんいるよね。まだまだいると思うよ。体隔ってないような選手もたくさんいるし、そうですね。ただやっぱりこうプロの中で揉まれながらやって、なんで俺が一軍に上がれないのっていうような、まあ、選手も中にはいたりだとか、まあいろいろするけどね、はい、まあ中日の山下、はい、ソフトバンクから今年入ったけども、まあ、結局だめだよね、うん、あのバッティングなんか使えそうだけどね、パワフルで。なんでしょうね、そこがダメだった。いやだからポジションがないんだよね、結局そのチーム状況と、うん、なかなかピースがはまらなかったってことですか、パズルに。まあそうだね、もったいないですね、もったいない、まあ、例えばさ、選手って2割5分20本、はい、まあレギュラーとして使えるっていうけど、ポジションがないとしたら代打で使おう。でもさ、普通に打ってて2割5分の選手が代打ではさ、もっと率が低くなるわけだし、はい、ホームランも打ちにくくなるわけでしょ、うん、そうなったらやっぱ難しくなるよな。そうですね、やっぱりレギュラーを取らなきゃいけないような形の選手だよね、はい、だからそういう意味では非常にやっぱ辛い思いをしたのかなっていうような感じがするんですね。そうですね、まあ、なんというかその運というか、その時行った時のまああるな、ありますよね、ここに行ったらもうバリバリのレギュラーがいたとかね、はい、まあ、例えばサードで息をようとしたら村上がいたみたいな、すいませんみたいな、すいません、すいませんみたいな、まあまあね、立ち向かうっつったってもうファンが許さないからね、例えば村上、ああこいついいから村上外せみたいな、できないでしょ、絶対できないよね。まあそういう運の人もいるよね。だからやっぱりね、実力だけじゃなくて人生って運って言うよね、運をしっかりつかむ。その運ってどうやったらつかめるかというと、やっぱり常に謙虚であり真摯に物事に立ち向かってるかどうか、まあ、そういうことをしてると、まあ、例えば運が舞い込んだりだとか、まあ、するっていうふうによくいろんなところで本にも書いてあるし、いろんな YouTube の中でもそうやって言われてるんだけども、やっぱこう見てると、ちょっとこいつ噂では生意気だぞみたいななんかこいつちょっと勘違い系だぞっていうやつが多い。ああ、なんかあるんでしょうね。そうそうそう、だからそれはね、人間って変われるから意識で、はい、うん、だから謙虚であって、はい、ね、感謝の気持ちを持っとけば、うん、ね、運が舞い込んでくるかもわからないから、まあトライアウトを受けるようなね、はい、まあ選手もいるけども、うん、見てくれじゃなくて一生懸命やるから見ててくださいみたいな、うん、はい、ね、そういう気持ちで、まあトライアウトだったら受けてほしいなって思います。そうですね、はい、ただまだね、輝ける選手はちょっと、ね、いるので、うん、頑張ってほしいですね。はい、はい、皆さん見ていただいてありがとうございます。